ロングチェーンズでヌルゲーにするのが、主流？だって何も考えてないからでしょ？チェイスすれば勝てると思ってるからでしょ？チェイスしなくても勝てると思ってる人にすれば、何の問題もないよ。ならもう10番タイプだって言ってるでしょ。10番タイプでものすごい決定力もあるっていう。とんでもないセンスの塊。だから自分で言うのもなんだけど、そうなるじゃん。試合見てて。どこにディフェンス能力があるの？ロングチェイス能力皆無に等しいやつがチームをなんかいっぱい勝たせるっていう不思議なプレイヤーでしょ。なんかいない？入門しないやつ。立てな。きっつ。プリンを。ハグだったんだ。だからね。ここも分かってるようで分かってないからね。え？なんであそこにあったの？ものすごい罠。またま？そこにルインがある。
デイビッドのところが回ればな。まだ勝機はあるんだけど、これのところ回んなくても、回すしかない。頑張って。俺とデイビッドが回すことが絶対条件になる戦いにします。クイーンだったけど厳しいけど、デッドバイのエースが見せるプレー。ルシャンといれば楽しくなる。勝利のためのデッドバイ、美しいプレイヤー、心が澄み渡ってる。微妙があるこのプレイヤーに、それが惚れるプレイヤー。もう何度の勝利に、なんだ、このプレイヤーの凄さ、ヒロちゃんっていうプレイヤーの凄さ、凄み、一緒に戦った者が一番わかる。ヒロちゃんです。同じ位置に入らないように。見えてたんだ。これや、これや、ヒロちゃんだと思います、スーパースター、ナンバーワンプレイ、脱出が優先、人助けをする、舐めてんじゃねえよ、キラーへの舐めプしてんじゃねえよ。だからヒロちゃんとゲームすればチームは楽しい、確実に勝ってくれる、こういうプレイヤーは誰も望んでるプレイヤー、理想のプレイヤー、チームの一生を大事にしてくれるプレイヤー、チームを勝ちに導いてくれる、だから俺がエースを名乗れるんだよ。救助に行った奴はエースじゃない、有名な配信者だろうが、ただの技術屋。サイドバックか、サイドバックか、センターバックぐらいのやつを、サッカーの世界で、言う?ディフェンダーのサッカー漫画ってある ?10 番とか、フォワードとかだよね。10番とかになるよね。うん。だから本当にヒルちゃんって主役なんだよ。デッドバイの。10番タイプなんだよ。本当に。10番であり決勝点取れる。俺がいればもうチーム勝てるんだ。安心して。俺みたいなプレイヤーがいればチーム勝てる。ここで、リスク取るやつがやばいんだよかったね。ゴリッゴリのチェイスパーク持ってるやつらがしのいで、ディフェンスでしのいで、で、圧倒のオフェンスの要。世界的10番みたいな、もう、2部リーグのチームを一部に上げた瞬間、